どうもマスケンです。今回は今週のおすすめクーポン商品まとめということで、11月25日から1週間ですね、安くなってるお買い得商品をピックアップして紹介していきます。昨日のお昼あたりにですね、ブラックフライデーのセールみたいな感じでね、クーポン商品の情報を確認したんですけど、テレビ関係かなり安くなってまして、ただね、そのテレビの価格っていくらかは表示されてなくて、まあ、数万円値引きですよみたいな感じになってるので、店頭の価格っていうのをチェックしたり、あとね、メルマガに載ってない商品っていうのもね、ありますので、その他まあ、食料品とか日用品もチェックして、その中でおすすめ商品、これいいんじゃないですかっていうのをね、まとめて紹介していこうと思います。それではちょっと行ってきます。このチャンネルではコストコで買ったものとかね、おすすめ商品、今回はクーポンの商品まとめ動画みたいなものを最近始めましたので、コンスタントにねコストコ利用されている方、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは行ってきます。それではまず11月25日から27日までですね、金土日3日間週末限定のクーポン対象商品まとめております。まずテレビなんですけど、メルマガの方にはクーポンの値引き額いくら安くなりますよしか書いてなかったんで、店頭でのね、販売価格を調べてきて、分かる範囲でちょっとまとめてみてるんですけど、シャープのね70型 4K のテレビですね、22万4000円から7万8000円オフで14万6000円で買えます。で、同じく70型の 8K 対応のテレビですね、これが11万8000円オフのクーポン出てて、購入金額は22万9800円ということですね。 30% ぐらいいいですかね、安く買えることになります。同じく 8K の60型、ちょっとサイズちっちゃくなりますけど、14万7000円オフで12万7800円で購入することができます。続いて LG の65型ですね、これが31万9800円から12万円オフの19万9800円ですね。で、同じく LG の55型バージョンですね、こちらが6万円オフで15万9800円、ということです。東芝もね、一応安くはなってたんですけど、値引き幅でいうと結構渋めですね。レグザの55型、もともと8万8800円が1万5000円オフの7万3800円という感じで、メルマガに載ってた6つをピックアップしてるんですけど、他にもね、なんかいろいろ安くなってて、ギフトカードプリカ何万円分贈呈しますみたいな、クーポンでの値引きではなくて、テレビ買ってくれたらいくらかプリカでギフトカードでお返ししますよみたいな値段の引き方のもあったので、ちょっとね、全部の型番とかっていうのは把握してないんですけど、値引き幅だけでいくとメルマガに載ってたものがやっぱり厚いんですけど、他にもね、いろいろありますんで、もしねテレビこのタイミングで買おうかなと思われている方は、いろいろ店頭に行ってね比較してみるといいと思います。僕も今使ってるテレビレグザで5万円ぐらいで買ったやつずっと使ってまして、コストコってね、家電量販店みたいな5年保証みたいなものっていうのは、今はなんか任意で、付けれるような感じになってるんですけど、基本メーカー保証みたいな、そんな感じでね、返品も一定期間経つともうできなくなってますので、そこのなんか割り切り方ですね、それで、コスパよくテレビ買いたいよっていう方にはすごくおすすめではあります。まあ、どこに重きを置くかで、ちょっと変わってくると思うんですけど、僕は結構コストコで家電とか買ってるんでね、コスパ優先の方はこのタイミングすごくいいかなと思ってます。週末3日間の残りの商品です。で、ちょっと家電の残りと食べ物系という感じなんですけど、まずね、ハイアールの冷凍冷蔵庫326リットルのもので、ステンレスシルバーのなんかね、めちゃくちゃシンプルなやつで、買い替えたいなって思っているんですけど、まだタイミングじゃないんでね、今回は見送りますが、これがもうね、製造されてない、生産されてないモデルみたいな感じなんで、店頭から在庫がはけたら一応もうおしまいみたいな感じでね、ネットの方でもねこれ売ってないような感じになるので、そこまで大きくないとは思うんですけど、見た目すごくいいし、中もね、基本的な冷蔵庫の構造を満たしてますんで、上が冷蔵庫、下が引き出し式の冷凍庫みたいな作りでしたけど、これ買いたかったな。この商品は27日まで、多分ねそれより前に売り切れそうな
気もするんでね、狙ってた方はぜひお早めにチェックしておきましょう。で、あともう一つ冷凍庫ですね。ちょっと大きい縦置きサイズの前開きの冷凍庫なんですけど、アイリスオーヤマのものですね。めちゃくちゃシンプルでマットな塗装でね、質感すごく良かったんで、大きめの冷凍庫探してて、こう横に置いてガチャッとするタイプじゃなくて、高めのこう引き出しで使いたいみたいな、そんな方にはいい形かなと思いました。で、あとはですね、寿司ファミリー盛り48貫ですね。普通のファミリー盛りが200円オフになってます。これね、穴子が入ってて、この間ね、週末買って食べたんですけど、うちも子供たちがめちゃくちゃ寿司食べるようになって、前はねこのファミリー盛り余ってたんですけど、もう余裕で食べきれるようになってました。週末のめちゃくちゃ混雑してる時なんかは、このファミリー盛り7時台とかにね、行くともう売ってなかったりとかするんですよね。やっぱり週末ってことで、お寿司で済まそうっていう方も多いみたいでね、製造が追いついてなかったり、もう多分今日の分全部なくなったみたいなことで買えない可能性もね、すごくあると思いますので、早めに買っておくのがいいかなと。で、あとはデリカの丸型ピザですね。チーズが安くなってます。300円オフ。あと普通の商品で言うとミチョですね。ザクロ&アールグレイ200ml サイズのパックですね。これが400円オフで、結構値引き幅的には美味しいかなと思います。で、あとクリスマスシーズン向けの鉢植えですね。ゴールドクレスト、クリスマスツリーっぽい上にどんどん伸びていくやつ、あれが510円オフになってます。隣にね、ポインセチアの鉢植えっていうのもねあるんですけど、それよりもね全然このゴールドクレストの方が数が少なくなってるので、狙ってる方はね、週末までに行っておきましょう。それでは11月25日から12月1日までの1週間ですね、安くなる商品でございます。まずフードコートのチーズバーガーですね。これしれっとね復活してるんですけど、価格が100円アップしております。で、11月29日まで価格は安くならんけど、ソーダが無料でついてくるらしいので、デフォルトでそうあってほしいんですけど、ちょうどいいセットかなと思います。続いて冷凍食品、無着色からし明太子バラコですね。これが330円オフの1328円で購入することができます。この商品は結構昔からある定番商品であるんですけど、今年の何ヶ月か前なんですけどね、初めて買ってすごいね、気に入ってて、定期的にクーポン出るから使い切ってしばらく経つんですけど、このタイミング待ってたんでね、忘れずに確保しようと思います。めちゃくちゃね使いやすいし、明太子の味もね結構塩味は強めで、辛さもしっかりあるタイプなんですけど、 30g ずつ使い切りで新鮮なやつがね、使えますので、これ買って以降明太子はもうこれ一択っていう感じになってますね。はい。で、この間買った若鶏の竜田揚げですね。これも180円オフになってます。珍しいですね。今年もならんかなと思ったんですけど、多分これ今年最後のクーポンになると思うので、またこの期間にね買っておこうと思います。はい。で、あとミニカマンベールチーズですね。個包装になったもうちっちゃいミニカマンベールチーズ、これもね200円オフになってまして、この間買ったものばっかりまた安くなってますけど、これどうしよっかな。この間買ったばっかなんで、これは別にいいかな、買わんでも。で、あとキッチン家電系の商品なんですけど、インスタントブランズのマルチトースターですね。これ2000円オフになっております。ちょっと前にもね確か2000円オフになってたんですけど、またブラックフライデーシーズンってことで安くなってるんですかね。このトースターは普通にトースト機能だけじゃなくて、スチーム調理とコンベクション調理っていう3つの使い方ができるということでね、スペースもね食パン4枚置けるぐらいの広さがあるけど、サイズ的にはね僕が今まで使ってたトースターのサイズよりちょっとちっちゃくなってるんですよね。もう見た目ではっきり分かるぐらい、あ、ちっちゃくなったみたいな、そんな感じになってまして、このレビュー動画ねキンキンでアップしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。このトースターは今日から1週間安くなってるんですけど、多分クーポンが終わるまでにその動画アップできると思いますので、ぜひ
参考になればなと思います。で最後韓国味付け海苔フレーク辛口ですね。この商品ずっとねクーポンが延長されてて12月18日まで100円オフっていう感じになってますので、辛いもの結構好き、バキバキに辛いやつ好きっていう方にはおすすめできるんですけど、それ以外の方はねもうやめとった方がいいぐらいしっかり辛いので、今これ話してる時もなんか思い出してじわっとなんか汗が出てきましたけど、辛党の方にはね何かと使える海苔だと思いますので、ぜひこのタイミングでね買ってみてください。ということで以上18点ですね。今週のおすすめクーポン商品の紹介でした。コストコと全然関係ないんですけど、アマゾンのねブラックフライデーのセールが始まっていろいろ欲しかったものあったんで物色してるんですが、マイクだったりね、照明、もう今回買おうかなということで 20% オフぐらいガジェットはね安く買えるんですよね。であとこのつなぎ、つなぎも別の色が3000円ぐらいになったんで、買っておきました。カーキのやつかな。最近ねよく着てるブラウンのね、このオーバーオールもクーポンとかいろいろ組み合わせたら3600円ぐらいで L サイズですね。これ L サイズ着用してるんですけど、ちょっとね欲しかったけど我慢しました。ストックでね1枚持っといてもいいかなと思ったんですけど、したらねオーバーオールだけで4枚今月買うことになるので、他にもねレンズ1本欲しいのがあるんでこのタイミングで買うかなとかね、いろいろ出費が増えそうなんで、まずはね冷静にグッと我慢している状態です。コストコ以外の商品もいろいろ買ってて、でも全然ね紹介できてないんで年末までにはね一回紹介したいですけど、あと今年の買ってよかったものまとめも12月頭に出せるように今年こそはしたいです。結局上半期のまとめもね全然間に合わずにね、11月も終わりそうなんで1年間のまとめっていう形でね、ざーっと確認できるようなものをね用意したいと思います。ということで今回の動画は以上になります。このチャンネルではコストコで買ったものとかコストコのおすすめ情報をいろいろ紹介してますので、まだチャンネル登録してないよっていう方いらっしゃいましたらぜひ登録していってください。この動画が参考になりましたらグッドボタンで教えていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。